五年寺は、神奈川県横浜市磯国にある浄土宗の寺院である。三号は、縁、三山。本尊は、阿弥陀如来。古典落語、豪女宮の舞台ともなった、峰の宮で知られる。1782年の盆章の名には、武州倉紀軍、峰村阿弥陀寺奥の院は、成城王院とし、宴会を山となずくとあり、当初は阿弥陀寺の奥の院として改装したことが伺える。 新編武蔵風土機構によると、阿弥陀寺はこの付近にあった五年寺という古い寺を引き継いで創造したとある。阿弥陀寺の十四世の法運は奥の院を混流しようと、領主の星合寺平久久氏に相談を持ちかけた。浄土宗を信仰し、法運に帰依していた久久氏は、1752年8月21日に、長野山の土地10丁4炭2世19法を寄進した。 宝雲は山道を開いて土地を整備し、阿弥陀寺奥の院を完成させた。長野山の山頂からは山方に海、北は続きや立花の低い山がさざらみのように連なる様子が一望でき、いつしか縁見山と呼ばれるようになった。宝雲と久久氏は南向きの本堂と明王殿を建て宝雲の死である清誉れが、 薩摩藩首党筒木豊の形質の竹姫から賜った大尉徳明王像と脇仏多門隆、し船玉を祀った。寺の名を縁美山清浄院五年寺と名付け、清穂まれを解散とし法運は二世となった。改装時期は1771年と推測される。縁海上人と呼ばれた清穂まれは1772年8月21日に入尺。 その後三門、栗、海山道、修道などが建てられた。六世の延命の頃には、峰の宮が盛んになり、来訪者の増加に合わせて、本堂の改築が行われたが、延命は上等を目前に控えた1862年9月1日に入弱した。1917年、火災に見舞われ、修道以外の道具はすべて消失した。 大徳明王像と本尊の阿弥陀如来像は池に投げ込まれ難を逃れた。現在の栗は火災後に仮本堂として建てられたものである。新たな本堂は1929年により千葉県木更津市の屋敷にあった欅の巨木を運んで建てられ1932年に完成した。同年には県道が開通し杉田駅から本院近くまで 外部自動車の路線バスが運行されるようになり、三景車の利便性は向上した。横浜南港の広大な緑地は、5年時の敷地となったことにより開発の手から免れ、保全されてきたのである。大正時代の火災の後、本堂として建てられた栗。急の施術はここで行われる。東山の5代となる満下川1771年に、畜全国のアジアに生まれ、 1808年に5年時に入山した。ある夜、大徳明王が夢枕に立ち、霊宮で人々を救済せよとお告げをした。満下川45年の在職の間に、関東一円や海の国、伊豆国などへ案下し、不況の傍ら級を手術して回った。墓石には60万人余りに手術したと記されている。やがて、比較的近くの人々は、 アンを待つだけでなく、五年寺を訪れるようになった。江戸からは、東海道のほどが谷宿から井戸家国、広秋寺、田中を通る、縁三山道を歩いて、多くの人が訪れた。峰の旧が盛んだった頃には、境内に二軒の茶屋があり、寿司や、卵、おでん、酒などが売られていた。江戸時代の古典落語の演目、 豪女球では暑さに耐えたと言い張る登場人物たちの意地の張り合いがコミカルに描かれている。峰の球はダノウ球と呼ばれるタイプで小指の先ほどのもぐさを皮膚に直接乗せて点火し燃え尽きさせるものである。これを1日に5回から7回ほど繰り返す。住職は新球士の資格を取得しており、現在も火曜から金曜の午前中に予約制で手術が行われている。 本尊の阿弥陀如来像は一尺一寸六分で、脇地の観音菩薩、静止菩薩と共に本堂に安置されている。言い伝えによると、徳川家康が手植えした桜の木に掘られたと言われている。大維徳明王像は、明王殿に収められていたが、1830年頃に、明王殿が損壊したため本堂に移された。本堂にはこのほか、多門天像。 船玉妙人像、円光大師像、禅道大師像、薬師如来像、円海上人像、純誉生人像がある。ありがとうございます。